M41 は、大犬座にある、三階星団。シリウスの南四度にあり、見つけやすい。月がない、晴れた夜には、肉眼でもぼんやりとか澄んで見ることができる。双眼鏡では、シリウスと同じ視野に見えて、ぼんやりとした、丸い光の中に明るい星が崩れた、X 型に並んでいるのがわかる。星の配置は円形だが、中心部には整列を見る人が多い。 X 型に見る人も多いが、V 字型に見る人もいる。アメリカのアマチュア天文家、ジョン・マラスは、蝶のような印象と記している。また、イギリスの天文家、ケネス・グリン・ジョーンズは、外側はほぼ円形で、中心から放射された星が曲線を作っているのがよく、目立ち、ややオレンジ色の星が、北と東にあると記している。ステファン・ジェームス・オメイラは、 M41 の中心部にある赤い星の二重星の片方の星について観測者たちの記録がまちまちであることに注目し、片方の赤い星が変更星ではないかと推測している。中心部の赤い星は赤色巨星である。光景8センチメートルの望遠鏡からすべての星が分離できるようになる。光景が上がるに従って背後のほの星も見えてきて見事な眺めになる。 1654年頃に、ジョバンニ・バッティスタ・オディエルナが発見している。しかし、紀元前325年頃に、アリストテレスが著書、気象学の中で、王のある星と記した可能性も指摘されている。オディエルナの発見は世に知られず、1704年に、ジョン・フラムスティード、1749年にギオムル・ジャンティによって独立して発見されている。フラムスティードは、 大犬座の12番星近くの星団とだけ記した。ルジャンティは、大犬の首近く、8フィートの機械で見た時だけ星が識別できるが、2から3フィートの機械では、ただの星雲状にしか見えないと記した。ありがとうございます。